かっこいいですね。どう？ジャケット。ちょっとあのクランクからあの秋冬物が送られてきまして、クランクのジャケットですかこれ。ジャケットっていうか何これ、ブルゾン。いいな。このズボンも秋冬物で。マジっすか。そう、靴はまああのロテウセっていうですね。あ、はい、最近でもね、最近でもねこういうなんかねクランクの服を着るようになってから、はい、あれなんですよね、いかつさが消えたっていう。いやいいんじゃないですか。そう、特にあの、はい、僕の教えてるプロたちからすげえ好評なんですよ。前の格好がいかにダサかったかっていうすげえ言われるんだけど、いやいやいや、そんなことないんだけどね。あんまりなんかこういうなんかおしゃれ系はあんまし似合わないんだけど、まあ、はい。ありがとうございます。はい、藤代翔太と申します。はい、今24歳で、はい、プロゴルファーを目指して活動してます。自分の感覚的にはかなりいい感じで打ててる方がちょっとアイアンが上から入ってこう刺さっちゃうっていうね。刺さるってわかるかな。刺さる、うん、ダフルとかですか。まあ、まあ、ダフルに近いよね。あ、要するにこうターフがこう深くなっちゃう、はいはい、で深くなると、はいはいはい、まあ簡単に言うとこうクラブがこう上から入りすぎていわゆるこう適正なスピン量にならなかったりとか、あるいはその入りすぎると逆にこうちょっとこうクラブのこう上っ面に当たっちゃったりとか、まあいわゆるダフルに近いものがあるよね。ダフってはないんだけど上から入りすぎる。そうするとやっぱりこう問題点としてはロングアイアンとかフェアウェイウッドが球が上がらなくなるっていう感じ、うん、まあ、こう上からこう入りすぎて球がこう少しこう捕まりすぎて左引っかかったりとか、あるいはこう、まあ、そもそもやっぱりこうフェースに球が乗っかっていかないっていう感じなんだけど、だからこうスイングプレーン云々っていうよりかはこうアタックアングルっていってこう入射角がちょっとダウンブローになりすぎるっていうことなんですね。そうするとやっぱりこう上から入りすぎるとドライバーは上がらないとか、上げに行こうとすると逆にこうプッシュアウトしたりとか、あるいはこうちょっとこう低いフック系の球になったりとかっていうエラーになるので、まあ、いわゆるこう入射角のコントロールをまあしなければいけないっていうことだね。だからまあアイアンでこう例えば上からこう入りすぎるとこういう感じになるので、まあ、球がこう上がっていかないっていうことですね。で逆にこう入りすぎてかぶってちょっと左に引っ掛けるみたいなことも起きるっていう感じです。で今のなんかはフェースに乗っかってるよね。乗っかった時にあえて左行くじゃん かそれはまずいんだよね、うん、なんか入り方とかいい感じで入ってると最初から右に向けたり、そうだね。そうだからそのいい感じが自分の思ってるいい感じが実際は違うんだよ。だそのこう上から入りすぎる究極体が今みたいなシャンクなわけ、うん、そうだからまあ上から入るってことは簡単に言うとこう、まあ、ボールがあってさこう降りてきて、まあ、適正な入射角で当たってこうフェースにこう乗っかってくるものがこうなりすぎてるわけだよね。こうなりすぎてるっていうのはまずだからそのなんでそうなるかっていうことを自分が知らなきゃいけないわけじゃん。なんでこう上から入りすぎるんだと思う。あとこっちに突っ込んでる。そうそうそう、単純に体が左にこう突っ込むからボールに対して上から入りすぎてこう刺さるわけじゃんか。じゃあどうやったら突っ込まなくなるかってことを覚えなきゃいけないわけだよね。それ構えてみて、でちょっとトップに上げて、ここまではいい、ここからはダウンスイング入って、今こうやって胸郭がリードしたときに右肩と右の腰の感覚がすごく近くなったの分かる、はいはい、で要するにここからリードしたときに右の肩が高すぎるの分かる、はい、こうやって右の肩がこう低くなってくるから、ね、ちょっと見ててくれていい、こうやってねこうやって上げるでしょ、上げてここからこうリードしてきたときの右の肩の位置が高すぎて
クラブがこう上から入る。ここでリードした時に、リードした時に右の肩と右の腰が近づくようにすると、もっと手元が低い位置から入るんだけど、リードはしてんだけど、この動きに付随して右のサイドがこう下がってこないから、どうしても手元が低い位置から入ってこない。そう、ちょっと構えてみ。上げて、ダウンスイングして。これ相当自分では低いでしょ、はい、そのままインパクトすると、インパクトってこのぐらいの右肩の高さになるのね。この位置が高すぎるの、こうやって高すぎると届かないから、ボールに届かせていっちゃうの、こうやって、はい、振って、そう、こういう感じ。もう一回、こう、このぐらい右肩って低い位置でインパクトしないといけない。そう、もう一回リードした時に、そう、右サイドが圧縮していくような感じ。すごくこう感じとしては、まあ、野球やってたんだっけ、はい、ちょっと構えて、じゃあボール持って、ちょっとここでさ、はい、もうアンダースロー投げて、ストップ、お前それサイドスロー、はいはい、それサイドスロー、もう一回それサイドスローだよ、アンダースローだぞ、投げてよ。そうなるじゃんか、はい、そうするとこう踏み込んだ時に、このポジションがあるよね、はい、このぐらいの感覚でこうボールが入って、クラブが入ってくると刺さらないんだけど、完全にオーバースローで投げてるから刺さるの。そう、もう一回構えてみる。ちょ、自分でアンダースロー、こっち向いてアンダースローして、ゆっくり、そう、ここからアンダースローの場合はどうするの、こう来るよね、はい、このシーンがあると低く長く打てるわけ、わかる。だからクラブ持ってこうアンダースロー投げるようなイメージでくる。そうすると手元ってこうすごい低い位置から入ってくる感じなの、わかる。そう。それがここからオーバースローでいっちゃうから。そうやってくると、手がアンダースローってさ、ピッチャーってさ、もうこう結構手が地面スレスレからくるじゃんか。あの感覚でパッてこう来ると、もう少しインパクトゾーンが長くなる。じゃあクラブ持っていってみる。ちょっとクラブでアンダースローして、そうなるよね。もう一回、そう、そのぐらい体が低い位置でボールを捉えないと、そう、フリートウッドとかすごい、そうなってるの分かる。フリートウッドとかもアンダースローにしか見えない。そう、 OK。 そうするとここからこういう感覚になるじゃん、はい、藤井さんの場合はリードしてるんだけど、ここにあの肩が、と、うん、上からズドンって入っちゃう、こうやって、もうアンダースロー、こうやってちょっと一回軽く打ってよ。最初はダフる気がするけど、それで構わないから、ちょっと軽くいくよ、はい、そう、こういう感じ。ダフっていいんだよ、ダフれないでしょ、はい、届かない方が怖い。届かない方が怖いでしょ、はい、はい、それでもう一回ボール打って、そう、全然入り方違うだろ、めちゃくちゃいい感じになるでしょ。あのぐらい右サイドって低くないと、今みたいに押す感じにならないわけ。今すごいうまく打てたでしょ、かなり打てたよね。そう、じゃあ普段そんなに低い位置でボールを捉えてるかというと、もっと体が高い位置で捉えるわけ。高い位置で捉えた方が、実はどういう感じになるかというと、このクラブ、こうやってボールがあって、こうアンダースローで来ると、クラブってこう低いとこから緩やかに入ってくるわけ。高い位置から来ると上からゾーンって入るから、だから刺さっちゃう。だから刺さるから、もっともっと自分の中では体を起こそうとするわけ。余計刺さるじゃなくて、低い位置からこう入ってくる感じにならない。そう完全に、そういう感じだから、こっちがこうリードしてきたら、これに付随して右サイドが下がってきて、アンダースローのイメージでくると、手元が低いところから長くインパクト作れるから、今みたいに押せるんだな。そうもう一回ちょっと思いっきりアンダースロー投げて、
ゆっくりでいいよ、はい、アンダースローね。そうなるよね、そうなるよね。うん、すごく低くなるよね。そう。そう、そうやってくると刺さらない。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。だからまだ右サイドが高いままボールに向かっていっちゃう。そう。ださっきの藤代のシャドースイングとか見てると、こう胸郭リードを意識してるんだけど、リードを意識してるだけで、全然ここが低くなってこないのね。ここだけで意識してるから、これで届かないから、届かずに行くしかなくなっちゃう。ほんと刺さる。はい、自分でちょっとアンダースローして。そう、そのぐらい右肩って下がっていいんだよ。そう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 、OK。そう、めちゃくちゃ右肩が地面に近い感じするでしょ。そうそうそう、そういう感じで打ってごらん。そうそうそう、最初はあえて少し噛んでもいいから。うん。そう。そう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 、オッケーオッケーオッケー。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そう、OK、OK。で、今、